かしいと思って、まあ、これでいいのかな。あ、いやいや、始まった。食いしん坊万歳。今日はみんなシラフだよ。これを見たら鉄板。始まってる。始まってる。ね。ね。もう食うか喋るか、もどっちかだろ、お前。ほら。じゃあ食うっつって。食うしかないね。喋ってもしょうがないからね。いやいや、しまいますよ。これ何まん食べてるの？これですか？肉まんです。肉まん？ほら、質問があったからね。肉まんで。お前、しまっちゃったら、ぬくもりとかなくなってもいいタイプだ。気にしないタイプだ。気にしない、それ。そういうの。気にしない。冷めた弁当とか美味しいタイプ、それ。あ、そういう、冷えたね。風で育ったのかな。はい。そんな感じね。今日なんとね、まさかのね、あんまりさん復活ってことで。あっ、電撃復活。電撃復活？何？なんで？電撃。あ、どうも、MC のあますかギンギンでーす。あ、誰だよ。よいしょ。帰れ。帰れ。なんでだよ。棒読みやめろよ。はい。なんでだよ。聞かれたんでしょ。俺は言ってないですよ。じいちゃん、じいちゃんが。ロンシュリです。ロンシュリ。いや、うわ、ガガって。ガガって。ガガって、俺じいちゃんだろ、どう考えたって。水木でーす。よいしょい。どうもー。そして、はーい。小節くんでーす。5体満足。よいしょい。5体満足。右手が。満足でーす。5体が。で、天石さんがまさか出ると思いませんでしたね、今日ね。右肩不満足。不満足。右肩だけ。あでも、天石さん復帰してね。ん？まだ天石さんの話いらないですか？大丈夫ですか？あ、頭から。頭からいくの？頭から。まあ、ちょいちょい挟んでいこうよ。そうっすね。ちょいちょい挟む話じゃないですか。最初に解決の話なんだよ。パッと見でみんな思ってんだから。これ気になっちゃうっすね、確かに。ちょっと右腕つってんな、みたいな。はいはい。重ね着気になるみたいなね。そこっすか？なんてね。やっぱホスト。いいね、これが。これがホストですよ。でもあれっすよね、それ。え、いいやつ買ったんです、これ。あえて。かっこいいやつに。病院から支給されてる。病院のやつはただだけどね、あの三角形白いやつ。白いのはただなんですよ。固定できなくて。ああ、完璧に今。だからアマゾンで2700円で買いました。あら、業務用らしい、一応。いいですね。すぐ届いて。業務用ってことですよ。あ、それしながら仕事できる。アマゾンあってよかったそうそう。ね、これすごい便利なのね。買いに行けないですもんね。あ、まだショップにね。いちいちね。足はでも大丈夫です。アマゾンでもすごい。ショップに買いに行くわ、さ。まあ、近くにあればな。これあります。これの黒いやつ。ちょうど銀座あるんですけど。これの黒いやつあります。M サイズですか？はい。L ぐらいでっつって大は小を兼ねるから。あ、お酒あんま飲んでないね。でも、もうみんなどっしらふだよ今日。アマゾンすごいよね。ん？あれ混んでる時のココイチ以上に来るの早い時ありますよ。あ、アマゾン、スピードアマゾンみたいな。それはないよ。ほんとほんと忙しい時のココイチより早いから。ココイチマックス2時間待ったから。え、そんなに？2時間ハッシュドビーフ。え、ハッシュドビーフ。あれココイチなのにカレー頼まない。シェル君、元気すぎてウケる。ハッシュドビーフは美味しい。ラルランドシェル一番美味しい。1時間で食うの？あれあれなの。何がですか？ハッシュドビーフ。あれあれ、いやいやいや、あれあれっすよ。あれあれなの、ハッシュドビーフ。何頼むの？ココイチイコールっすよ。カレー、絶対カレー。全部カレーっすよ。いや、そうだし。ハッシュドビーフはハッシュドビーフ。痛い痛い痛い、笑わせない。ハッシュドビーフカレーなの？ハッシュドビーフって、いや、カレーじゃないっすよ。唯一1個あるの。ほら、そうだろ？よくカレー出すっきり。1個だけ。1個だけ？ 1 個だけあるんですよ。でも俺が食ったら何でもカレーになるから。え、どういうこと？インド人かっつって。インド人が食べる。びっくりドンキーのパスタ食べるタイプですか？あの、大盛りミートソースみたいな。そうそう、イタリア人が。びっくりドンキーのパスタ。違えよ。それだったら、スモノちゃんこだよ。インド人が食っても全部カレーって言ったんだ、イギリス人が。あ、そうなんすか？シュールだなぁ。あ、イギリス人が？イギリス人が。バカにして。バカにしてんじゃない？まぁ、食味しかなかったでしょ、どうせ。やだなぁ。しょうもない。カースト制度。あれ、アマゾンブラックなのかな？え？ブラックはユニクロだろ。ファーストリテイリング、ね。もう真っ黒、もう真っ黒だもんね。だから文春がだってさ、事件になってますもんね。あの、事件にはなってないけど、ほら、入ったじゃん。あ、で、死後をちゃんと。ふざけんね、わかんだろ。すいません、ごめんなさい。ユニクロにほら、文春の記者が、文春の記者が働いたじゃん。1年間ね。1年間、800時間。働いて。出向かなんかですかね。
いや、でも、己からジャーナリズム精神じゃない？で、働かせてください。プロ意識だよね、あれは。40代、50代だからね、文春のやつ。じゃあ働いて、そうそう、あのユニクロの社長がガタガタ言ったから働いちゃったからね。クラブラテ来てほしいっすね、文春のやつ。文春のやつ、どんだけブラックか。ブラックか。40か50の未経験の親父。本当のブラックは歌舞伎町にあった。雇ってください。歌舞伎町クラブラテ。クラブラテ、意外と売れたっつって。シャンパン入った、やったっつって。みんなと言うこと違うから。酔っ払って僕文春ですとか言っちゃうから。大人の魅力で。言っちゃうの。枕して、これが本当の文春法だっつって。それはちょっと。今の、今あんまり笑っちゃったっすけど、春だね。最低スプリング、スプリング、うん、スプリングセックスよ。スプリングセックス、すごいだろう、バネ感が。なんてね、バネ感ってスプリング違いですよね。でも、いや、もちろんもちろんもちろん、やっぱりあるよね。すぐこうなる。今日すぐこうなる。いいね、ほんと。あ、でもね、やっぱシラフのやついいな、シラフのやつ。みんなもんじゃない、この前超いい。今日なんかたまたま能力良かったっすね。うん、たまたま良かったっすね。これ初めて来た服じゃねえから、何回か着てるからね。この前のあの、デコルテが綺麗やっぱり。ミーティングで。いや、ちょっとデコルテの話はちょっと鎖骨に。あら。鎖骨もやばいですか、だってここ繋がってるじゃん。そうですね、鎖骨から。ね、ちょいちょい挟んでからね。骨の話ですか？骨の話。もう。ボーンの話よ。ボーンの話ね。話を折るのやめてくださいよ。ああいいねいつもってのか。いいですね。会話の包帯ちょうだい。あいつみたい。誰か思い出せないけど。誰じゃん誰誰娘が可愛いお笑いの人みたい。ああ、増田岡田。増田岡田みたいな。恥ずかしかったです。いいじゃないですか。ギギン、今日だけはおしゃれって言われてますよね、やっぱり。今日だけはおしゃれじゃない？業者だ。何？アマゾン？やばい、どっか行っちゃった人に。業者だっつって。業者だっつって。業者、こんな時間に電話かけてくんの？逃げすぎてんの？いや、ボソッと、これはやばい、出なきゃって。これはやばい。なんか、ボソッと言ってない。何の業者だな。ワンクリ詐欺のあれじゃないですか。引っかかっちゃったやつ。あ、引っかかっちゃったやつ。自分から招いたやつだ。意外とちょっと、意外とちょっと生きて対抗してみたら電話来ちゃうっていう。うるせえな。えうるせえなって。あげえんだもん、しょうもねえから。喋りたくて喋ってるわけじゃないですからね。あ、喋りたくないの喋りたい。喋りたいっす。喋りたいに構ってちゃうんでしょ。水吉いいよね、安定の水吉。ありがとうございます。水吉なんだけどね。そんなこと言われてんのかな。水吉うん、いや、あそこ、あそこ、水吉に。行っても、結構水吉になってるもんね。結構下の方読みますね。あ、あそこだぞ、あそこでやってみて、君の名前だよ。あ、ほんとだ。水吉になってるわ。うん。なんで水吉になったのいや、でも、あるあるだから。え、そうだったっすかずっとで、結構あるあるじゃん。え、ずっといや、いや、時もあるし。じゃない時もあるっすかめっちゃ綺麗だね。え、どういうことこれ。そこニコ生の人笑ってるけど、ミスだからね。わかる、これ陰謀でしょ、これ。でも、LINE は合ってんだろ。 LINE はまあギリあれだけ違うだけだろ。ギリギリ合ってます。水口になっただけだろ。はい、水口っていいじゃないですか。水口ってまだいんの？水口ってもともとレオにいたん。もういないの？もういないですよ。もう削除していいですよ、水口って。もうやめたよね。まあ、やめたんだ。やめちゃったんで、もう。はい。でも、水吉って言う人もいるからね、水吉の。ああ、まあまあまあね、あれあれだよね。いいですよ。水吉吉ぐらいの略で。じゃあ違うわ水吉。加藤吉の方。加藤吉。加藤吉の方。加藤吉ちゃんの。ラーメンじゃない。ラーメン、うどんね。うどん。ごめんごめん。シェア日本一。そう。あ、今日、ジョブチューン。あ、見てたっすか？ジョブチューン見てない。あ、面白かったよ。ジョブチューンの時だって仕事だろ、俺も。チャーハンね、チャーハン。チャーハン。もうちょいでかい声で。冷凍チャーハン。冷凍チャーハン。冷凍チャーハン。そうだ、冷凍食品の話。日露じゃないの。日露だ。でしょ？そうだ。すごいし、頭良くて。あ、日露。日露って何？日露もあるでしょ。なんかだっけ。野球、あのね。あれ、ほら、ワンピースファンのやつがなんか入れたのが日露。日露の方で。日露？かわいい。全然聞こえてねえから、シュリー君のボソ。大きい声で。シュリー君のボソボソ聞こえてないよね、絶対ね。大きい声で言わないと。でも、冷凍食品いいっすよね。何しても。え、何好き？冷凍食品。おへすか。パスタ。すっげえ邪道。なんで？何パスタ？あの、トマト系が好きなんで、僕は。ペスカトーレ。あ、ペスカトーレ、ちょっと辛いやつ？辛くない、全然。辛くないんだ。はい。
え、なんか、冷凍食品。え、邪道って王道じゃないですか、俺の食べ物。カットほうれん草。カットほうれん草。一番邪道だわ。いや、まあ、食事を聞いてんのに。意識高い感じしたわけ。めっちゃいい、めっちゃいい。女子か ?OL か。めちゃめちゃいい。何カットほうれん草。めっちゃいい。カットほうれん草。まあまあ、わかる、わかるけど。わかる、わかる。わかる。好きな冷凍食品で。これ、ブロッコリーだ。あーブロックの方が分かる。買うのが面倒くさい。今のご時世。そうですね。あ、確かに冬にブロックでいいですよ。なぁ、冬にブロックだか。マジマジ。冬にブロック。え、知らないですか。お、何また始まったの。冬にブロッコリー。また始まった。冬にブロッコリー。冬にブロッコリー。あー、女子に必見。何何何。冬にブロッコリー。冬ってやっぱ女の子、まあ、乾燥したりとか。うん。肌、肌の乾燥。ブロッコリーに肌の乾燥を防ぐ成分めちゃめちゃ入ってるから。で、あのブロッコリーって栄養が、あのボッサボサの部分じゃなくて、うん、茎に近いければ近いほど栄養めっちゃ入ってるから、混ぜければ混ぜるほどみたいなね。そう、うん、そう、マヨネーズ食えば大体何でも味一緒だ。マヨネーズ食えば、マヨネーズつければね。つければでもマヨネーズつけたら栄養下がるみたいなから、本当は生が一番。なんで下がるわけないだろ。いやいやいや、マヨネーズダメだろ。え、どういうことですか。え、下がるわ。体の中でなんかあれになっちゃうってこと。そう、あの、どれあれよ、あの、混ざってケミストリー、ジョイントした、あれケミストリー、あれケミストリー、ジョイントした、ケミストリー、ジョイントした、ケミストリー、化学反応、化学反応起きて、あ、しちゃうね、ガッピングしたの、ガッピング、はい、そうなんだ。でも俺信じてないですけどね、そういうの、なんかそういうの、わかります。栄養気にしない、肌に、肌にいいとか、肌にいいとか、ブロッコリー食べたら肌がいいとか関係ないじゃないですか。俺に触れよ、バカ。俺言ってるよ、好きな冷凍食品。あ、もう待って、終わりっすよ、それ。終わってねえよ。ブロッコリーじゃん。一個の前で大事する。もうその話を。何のために君らに話してたんだよ。俺自分の言いたいから。あ、じゃあ、ベジタブル、ミックスベジタブルじゃねえよ。あ、水口変わった。最近でも玉ねぎのあれもあるっすかね、みじん切りのね。玉ねぎのみじん切りの。玉ねぎ嫌いだっす。玉ねぎのみじん切りの。玉ねぎ嫌いだっす。ハンバーグもそれすぐ作る。あ、そのフォークなりやったね。切んなくていいんだもんね。うん。でも便利でいいよね。便利ですよ。でも、触れっつってんだから。触れっつって。もう終わりっすよ。フレフレって、まあ俺応援してたんだよ。バカ野郎、頑張るから頑張るの俺か。いいじゃないですか。いいじゃん。なんかパスタを邪道って言われたら、じゃあ逆王道聞きたいっすわ。王道、うん、でもすげえ恥ずかしい、めちゃめちゃ王道言っちゃうから。うん、なんすか。餃子だよ。あー、でもいいよ。圧倒的、俺しかも食べたし、今日わかる気がするけど。あれ今日だっけ。餃子ってのはいいっすよね、焼かなくていいからね、あれもチンするだけいいんだ。いや、もう、焼いたら美味しいんだよ。そしたら美味しくないよ。え、焼くよ。そう、焼くよ、普通に。え、冷凍の餃子を焼くんすか。もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。油もいないですね、水も。いや、そう、油もいらないです。あるわ。でも買ったことないっす、それは。俺、セブンのあの、ほんとチンするだけの餃子買ったことある。あー、あ、じゃあスーパーで。なんか、それちゃんとしたやつじゃないですか。日本一のやつ。日例の羽根付き餃子みたいなやつでしょ。羽根付き餃子は邪道だけど。邪道なの？何なんすか、じゃあ王道って。日本一だったら、なんかあれで、昔、香取慎吾が CM してた。今、誰 CM してるっけ。山田涼介？違うか。あいつチャーハンか。はい。でも日本一って書いてあるよ。売り上げ日本一みたいな。まあ、何だっけ言うよな。日本一。だって書かねえだろ、うるせえな。聞こえねえっすって言うんだよ。日例から、味の素かな。味の素。ああ、味の素。味の素、味の素の餃子だよ。まあ、うまいうまい。うん。あ、餃子何好きで食べる？俺、塩コショウ。なんだよ。醤油に、ジジバコ。醤油にブラックペッパーが一番。醤油にブラックペッパー。ああ、そのスタイルね。まあ、コショウとかそうするけど。はい。俺お酢ですよ。お酢のみ。お酢、ラー油。お酢とラー油。はい。あと醤油。餃子のタレ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 って言うんだよ。餃子のタレって言うんだよ。あ、甘井さんは？いや、一緒に水木と伊藤。水木と。はい、餃子のタレ。あああれがやっぱ結局一番いいんだから。変わってる。そうだね。顔変わってる？顔変わってるんですか？そうだ。変わってるんですか？餃子といえば、そう、ここもコメントでも柚子胡椒が美味しいって言われて思い出したんですけど、あの、チョメってやつがね、いて。チョメ君が。最近誕生日だったんですよ。だから、あの、誕生日パーティーを俺が開いてあげたんですよ。で、あの、違う、餃子屋さん行ったっす。うん。行って、餃子屋さん。6人で、100個。少な。いや、それは。まあまあ。いやいやいや。1人10個ちょいか。15個、16個、17個ぐらい。うん。食べた時に、そこのお店に柚子胡椒あんっていうのがあって、あんかけなんですけど、あー、はいはい。柚子胡椒の味がして、で、あった、すごいなんかよくマッチしたから、柚子胡椒が美味しいってやつは、いいと思う。その餃子屋？うん。どこにあんの？御苑の方っす。御苑の俺がよく行くとこだろ。福宝。違うよ、俺が一番行く。はい、福宝っす。じゃあ、俺が一番行くわ。あ、有名店だ。は？有名店。俺の店だからね、あそこ。俺だって福宝と もうお前できんね。俺福宝でジモンと2回会ってるから。あとないの。寺門ジモン？え？みんな知ってんの？俺2回ぐらい。寺門ジモンと？相席したわ、ほとんど。ジモン大好き。ほとんど大好きや。でもジモンが行くってのは本当の店だ。ジモンが行く。
まあまあ、いつか渡部にも会えると思ってんだけど、なかなかいない。確かに、本当の店だ。すごいな、そこは。俺にも触れよ、だから餃子のタレ。いや、もう終わりっすよ。終わってねえよ。終わりですよ。終わってねえよ。餃子のタレの話ですか？だって何つけるかって話、俺が振ったんに、振ったってことは振られてってことだからさ。確かにね、確かに。振られた話か。あるっすよ。振られた話。振られっぱなしだよ、お前。あ、ごめんなさい。じゃあ、銀さん何なんですか？じゃあ、銀さん、それ。タレ。お、タレ。俺は王道言っちゃったから違うってことか。振り直すんじゃねえよ、うぜえな。餃子の王道、何つけるんですか？餃子の王将みたいに言うの。餃子の王道ね。お酢に胡椒出た。あ、俺と違いじゃない。つぶるやつだ、あれ。クソまずいっすからね。もしかポン酢。あ、ポン酢はいい。どう、ポン酢どう？ポン酢は俺好きっすわ。ポン酢どう？あ、混ぜるのめんどくさい時俺ポン酢でやりますわ。あ、いろいろ、うん、ポン酢とごま油あれば何でも料理おいしいから。あ、まあごま油すごいね。ごま油匂いはね、香りが。ごま油はずるいね、確かに。大体もういいよね、ごま油とポン酢でいいっすよね。まず、何でもいいよね。うん、で、まあなんか、チョメ君の誕生日祝ったんだっけ、に餃子食べてやっぱ美味しかったなって思ったっていう話なんですよ。あ、そう、もうすぐ、あ、ニコ生のメンバーもね、バースイベントが。え？バースイベントが。告知上手っすね。あ、そういえばあるっすね。ある。誰だろう。ニコ生の誇るね、天才天然アイムシュリーがね。あらあらあら。12月12、うん、来週だ。バスイベント、うん、開催なんでね。 12なんだよ。決まったの日にち、うん、1212。あ、出た、うん、じゃあ月間の売上目標ね。じゃあ売上目標ドンといっちゃおうか。ミシュと売上目標。、うん、これも先に縁起物だから言っといた方がいいんだよ。縁起物だから。何コメントないから探んないですよ。自分のお客さん見てないかなってなってんの？あ、見てんじゃん、たぶん。ね、声ちっちゃくないんだよ。声がピンマイクついてないんだから俺らは。うん、多分忙しくなると思うから来なくていいですよ。あとで慎吾みたいに喋るから。忙しくないから。あ、でも、ね、高くはいらねえと。俺でも水木のバースでめちゃめちゃ頑張ったから。あ、水木のイベントの時はめっちゃ呼んだから。水木は水木の乗るままシャンパン何本。あ、俺がシュリーのお祝いをやんなきゃいけないってこと。組手何組やるだしょ、普通に。シュリー、え、シュリーのイベントですか。イベントで一組で、一組でシャンパンが一本。よし、頑張ろう。マジ、はい、マジ頑張ろう。マジでやば。いや、だってみんなほら盛り上げるんだから。いや逆に混んじゃうからね。それはまあ多分混むと思うよね、普通に。混む。シュリーの人柄で。まあまあ前半のシュリーの人柄あるじゃん。うん、まあでも頑張るよ。頑張る。うん。あ、じゃあ、そんな、ね、頑張るよって、お前。キンキキッズ か。あ、いい、あの歌いいよね。知ってます？キンキキッズの頑張る？ね、ね、頑張るよ。ね、頑張るよ。ね、頑張る。だから、わからないけども。だからね、頑張るよって言ったから、キンキキッズかって言った。はいはい。いいね、響くね。あんま知識ないっすね。キンキ知らないっすね。キンキ知らないっす。だってアルバムの曲でしょ？あ、知らないっす。だから声ちっちゃいっつってんのよ。ドイツの声。バカか。バンドタイプのキンキなんですよ。バンドタイプのキンキ？あれ、バックバンドみたいなついて。いやいや、どういうこと。俺ももう分かった。アルバムの曲だろ。そのライブ感いらねえよ。ライブのやり方知らねえよ。ライブで聞くのがやっぱ音って、やっぱ、あ、結構俺音楽の音って。何の話してんだよ。何の話だよ。どんどん可能栄光感強くなったけどね、あなた。突然問題。本当にマジでやばい、本当に最近、うん、魔石感強すぎて僕。いや、俺こういう、あー、まあね、そうだね、魔石感じゃないから可能栄光だから。瀬川ではないからね。今の趣味の発言で思ったんですけど、俺家帰ってふとパッてテレビつけて、なんか対談形式の番組で知らないミュージシャン出てる時に、ミュージシャンが、珍しい名前だね、ミュージシャン出てて、あとはミュージシャン、ずっと音楽のことを音楽って言ってたんですよ。あ、音楽ね、音楽って言ってて、ジブラすげえキモいなと思って。ジブラでも趣味はそれ以上だね。音って言うからね。あれ、シャンパングラスで飲むとき、俺グラス泡でって言う。うわ、業界人物。泡ください、業界人物。グラス泡って言う。グラス赤上げのレベル。かっこいいから言ってんの。グラス泡って。かっこいいから。いや、じゃお客さんにも中二病的な感じ。なんかでも泡飲もっかって言ってんの。なんか、やっぱそうだな、言い方一般なんじゃん。俺自由が丘のことおかじゅって言うし。何の話してんの。なんか今日なんかネタみたいなぶち込んでくのやめてくんの。なんて言います、だって自由が丘。自由が丘で行ったこともないもん。表参道。ああ、その通りだな、やっぱ、うん、じゃあ何、表参道なんて言うの。表参っていうの。
アブさんみたいな。なんだよ、重さんって。重さん。たくまみたいな。自由が丘、岡獣だったらさ、うん、光が丘だったらどうなの？あー、岡光になっちゃう。緑が丘、ここは。緑が丘。岡緑。岡緑。岡緑。そうだよね、そうなのよね。そうなっちゃう。じゃあ、北海道、北海道。北海道は？北海道って本当は、だってさ、道いらないでしょ、本当は。ん？都道府県、そうだね、あ、東京都のことを東京都っていちいち言わないから、北海道、北海道、本当北海道って言ってたんだよ、北海なんだよ。北海本当に思う、北海道って言うんだよ。そうだよ、京都府の人が京都府さ、京都府ね、京都府なんで北海道が北海道なのかなってめっちゃ思う。まあ確かに、ああいいこと言うね。北海道北海道北海でいいんだよね。動員もあるわけだ。そうだよね、北海いいよね。北海の、北海の種類、北海いいね、北海の種類、本当に。マジで思うわ。北海道でそうだね。本当に思うわ。沖縄って言うもんだよ。沖縄言う。沖縄県って言わないよ、ね、うん、沖縄県はたまに言うからやめろよ。そうそう。沖縄県は言うだろ。沖縄、沖縄って言います。沖縄行きたいな。北海で。沖縄行きたいの？沖縄県行きたいっすわ。沖縄県行きたいわ。言っちゃってる。言っちゃってる。寄せた、寄せた。全力で寄せた。一番行きたい。沖縄行きたいさ。沖縄どこ行きたい？知識何になるどうせ。あるっすよ。あるっすよ。島行きたいっす。だからどこ行きたい？石垣。石垣？石垣めっちゃ行って。でかい島行ったね。行ったことあるんですか？あー、ない、な、あるって言ったかな。何？俺がこれで与那国島とか行ったらどうするんですか？馬。与那国だから馬だっつってんだよ。与那国、馬が有名なんだよ。え、沖縄に詳しい人いた。怖っ、離れよ。怖っ。え、離島、離島。めっちゃ離れ、離れたから離島って言ったんだけど。好きなんですか？沖縄好き、沖縄好き。沖縄の人は嫌いだよ。人は嫌いだから。悪いから。行ったことあるんですか？あるある。あるんだ。意外。お母さんと。意外だと。え、お母さんと行ったんですか？あ、そんぐらい好きなんですか？いや、中学生の時に。あ、ええー。いい経験を。ゴリゴリの地獄。沖縄行けるの？ゴリゴリの地獄？沖縄行けない理由ってなんだよ、この野郎。なんで行けないの？怒っちゃった、また怒っちゃった。飛行機乗れねえからか？逮捕歴。こんな鉄の塊が。海外じゃねえんだからよ。パスポートいらねえんだよ。逮捕歴ねえわ。あっても言わねえよ。鉄の塊ってなんですか？ギンギンだけにってことですか？ちげえ、飛行機が鉄の塊飛ぶわけないだろ。あ、ごめんなさい。本当の原理は分かってないわけだもんね。飛行機が飛ぶ。あー、なんかそれ聞いたことあるわ。聞いたことあるわぐらいか。お前全然頭良く見えない。いや、本当のあるっすよ、絶対。あるよ。あるっすよってなんだよ。あるあるある。あるけど分かってねえっつってんだろ、お前。あるに決まってんだよ、それ。なかったらおかしいだろ。はい。あるじゃねえよ。頑張れ、もっと。CM 行きますか、一回。なんで？あ、画像まだやってないね、しかも。あ、画像、全然。やばいわ。喋っちゃったもん。よし、行きますよ。思ったんすけど、CM って2回分繋げることできないですか？あ、2回分一気に？2回分一気に。行ってもいいけどさ、行ってもいいんだろうけど。2回分一気に行きたい。2回分一気にできるんすか？いや、できるけど、2回分一気に行くメリット何？ちょっとタバコ吸えるだろ、その CM の間、1回。無理らしい。あ、無理なんだ。開けない。じゃあ行きますよ、行きますよ。CM だよ。これを見たら、鉄板！これ2個もらうんですか？そんなタレつけるんですか？あの肉まんに。あ、やべやべ、食べちゃった。始まってたわ。お前、手くちゃってなるぐらい急いでしまわなくていいよ。面白くなかった。今何も面白くなかったね、今ね。いやいやいや、今日ずっとやろうと思って。くせえんだよ、もう食うな、マジで。すげえ嫌だ。いや、そろそろね、今日ね、お待ちかねのね、画像のくだりを
行っちゃうね、サクサクっと。その前に肉まんのタレの話聞きたい。肉まん皆さん、タレつける。コンビニで肉まんのタレもらう人いる？いや、絶対いるでしょ、絶対。肉まんのタレって何？肉まんのタレは下ネタだろ、もはや。の種だけにっすね。種だけに。種こっちから出るわ、つって。ないんだよ。いやいや、あるある。読むな。読むな。たまたま、始まっちゃった。たまたま偶然このことすげえ。全然見てた。見てなかったの。偶然すげえよ。波長があった。シュリ君なのかな、あの子。そう、すげえの子、すげえのこと、おおあったからね。やばい。連投すんだ、連投。肉まんのタレって何よ。肉まんのタレ何かは跳ねないな。ポン酢じゃないの？土地によるって。あ、まあ、それやっぱ、福岡ってそういうの多いよな。ほぼそう。あるね。醤油っぽいやつ。ゆずこしょうがないでしょ。ゆずこしょうはあんま、いや、東京来てからの話じゃない。福岡だからだ。じゃあ、いや、東京。いや、福岡でしか食べない、肉まん。ふざけんな。ほら、ほら、福岡の話だ。ふざけんな、ダリーって。ちゃんと言ってください、福岡だって。あなた東京出身じゃないんだから。いや、福岡県。って言ってください、すぐ言ってください、それは。すぐ。最初に言ってください。福岡は肉まんのタレもらえるって。当たり前かと思っちゃう。県民賞みたいになってきた。あるある、それはある。福岡の肉まん美味しいのか。美味しい。めっちゃ美味しかった。美味しかったら東京出てきてるわ。佐賀牛だ、佐賀牛。佐賀牛かどうか、佐賀牛使わねえだろ、コンビニなんだからよ。佐賀牛だ。福岡佐賀牛じゃなくていいだろ。あれだよ、大ヒビルだよ。でもさ、福岡の豚まんにさ、佐賀牛使ってたらさ、豚か牛かわかんなくなるね。いや、豚だろ。普通に豚だよ。いや、豚まんって言うなよ。豚まんって言っちゃってる。牛まん。牛まん。下ネタで牛まん。牛まん、下ネタ。技術で。なんで？ソープの技術で。ソープの技術使う。よし、じゃあ、画像行きましょう。リメーション。リメーション。見て、バレちゃった。これ前回だね。よし。これプライベートの甘い。家、プライベートで来てる。家、自宅。家、自宅。寂しい。一人だけのグラスで包みたい。代表の家です。絵に描いてる。家で寝そべってる。緑、ラッキーから、ラッキーから緑。ミサイじゃん。自宅、代表の自宅、こんな感じです。へぇ。はい。次行きましょう。次。20万あるから。そばかついてんじゃん。あ、電車だ。そう。広い画像。もう一回。広い画像。リアル画像。誰がいるや。リアル画像。天井さん、説明を。え？複雑骨折ですね。ただの。これ、複雑骨折っていう名称なんですね、これは。でも、30過ぎて骨折はね、ほんとしんどい。マジそうっすよね。あばらですよね、折れたのね。どこ見てんのよ。もうちょっと上です。確かに、どこ見てんのよ。もうちょっと上。はっきりもう、素人目でわかるさ。過去を見てる。でもこれちょっとね、一人もんだからさ、やっぱ誰かね、欲しいよね。あ、サポートしてくれる女の子。欲しい。僕でよければ。僕でよければ。これ下ネタだよ、一応。本気出しますよ。本当の下ネタだ。本当の下ネタ。男の人にやってみたかったんだ、本気出します。絶対不便だよな、この。絶対不便だよ、わかるよ。見たらわかるよ。前期3ヶ月でしたっけ。3ヶ月、今こうプレート入ってて。はい。やっぱ痛いね、普通に。そうですね、寒いと痛むとか言いますもんね。金属だしね。うーん、次にまるだ。うん、次にしたか。あ、これはどう。あれ、水木かわいいね。超ちっちゃい。一緒。水木かわいいよ、これ。えげてない。カイトちゃんとレンちゃんと水木ちゃんです。マジ、ほんとはひるぐしてるやつ気持ち悪い。いや絶対お前のいい顔を選んだでしょ。いや違うよ。どこ送るか。これしか撮ってない。背景トイザラスみたいな背景だけど。これ何なのこれ。これはカイトと、ライオン。あ、そう。ライオンっていうバーがあるんですね。カイトとあのトワがちょっとラテではぐれてんじゃないかなと思って気にして。俺の方がはぐれてるわ。俺結構立ったぞ、背景。本当のことじゃない。全然はぐれてるわ。本当のことはダメ。そう、誘ったっていう。この間だけだよ、本当に。仲良くね、交流会をしたんです。どんどん月行っていいですよ。いや、それはだから、おめえが決めんの。俺が決めるんすか。おめえが決めんなよ。おめえが決めていくのは何もねえだろ。でも20万あるからな、早く。だから来たよ、それ。何回言うんだよ。浜瀬さんも送ってからもっとあるよ。いやー、ね、あの、次の写真でも同じくだりするぞ。はい。次の写真行ってください。あら、何色。あ、これはなんかほら、ゴーヤ。トワと。ゴーヤ。枝豆これ。いや、なんかこれ、ゴーヤ。豆苗の。あの人が。空心菜なの。愛してレイさんっていう人がくれた。答えよ。くれたんすよ。何を、愛してレイが何くれたの。愛してレイじゃなくて。あ、名前わかんないですけど。っていう人がくれたんすよ。はいはい。あれだよね、あの、鏡春の店のやつ。そう、愛してる。あんまりわかんないです。なんで、少しぐらい言ってやれよ。が、いい人で、くださったんですよ。何くれたの、シャブ。豆苗の、コカインです。コカインじゃん。コカイン。
触れたんですよ。作業してる。はい、中国で今これ詰めて、作業してる。メガネ、メガネかけた。奥のトアが早くしろよって言ってる、あれ。そういう画像なんですよ。うん、私の番こないだろ、つって。はい。もういい、次。だから、あれ、おめえが決めんな、吸ってんだろ、だから、おめえが決めんな、吸ってんだろ。画像20枚あるし。できた、できた、できた。これ20回やる。これ20回やんねえよ。次はもうやんねえかんな、今のは。絶対やんねえかんな。はい。いいっすよ。アメリカンタイプってなんだよ。あ、ほら、あ、こうなっちゃってるでしょ。やっぱやっちゃってんだよ、これ。やっちゃってる、うん、さっきので決まっちゃったんですよ。インナーがエグくない、なんかさっきので。あ、決まっちゃった、決まっちゃってんだ。そう、あ、ここいいね、なんかミイラ取りがミイラみたいな。さっきので、あ、投票ね。うん、コカインかな。うん、わかんない。とはもうめっちゃ笑ってるからね、これ嬉しいね。うん、あんまりこれ反社会的なのは良くないから次行っちゃいましょうか。あ、いや、てめえが決めんな、吸ってんだろうがよ。次行くの俺が決めんだよ。すいません、ごめんなさい。画像20枚あるからね。飽きんな、飽きんな。あ、もうやんないけどね。次行ってください、すいません。なんか何枚あんだよこれよ。これ誰が撮ってんの。いや、見てきてんの。はい、僕が撮ってますよ。でもチンコ、そう、チンコが出てきちゃったんですよ、トアの。あー、奇跡の1枚。次は、はい、で、次行ってください。なんで、なんでチンコ出てるから。うん、あ、まだ出てる。あ、ほら、今度は夏のレン君からチンコ出てきてるんですよ。あ、これ何。あ、ほら、愛してレイさん。ディルド。いや、あ、え、これが愛してレイなの。あ、じゃあ愛してレイじゃないよ。はい、メンじゃない方。マジだ、なんか愛してる。はい、こんな感じなんだよ。いや、もともとオーバー。あ、そう、オーバー。はい、代表の代理か。そうなんですよ。あ、そうですよね。こうやって、あの、よくしていただいたっていう、交流会の画像でした。で、ブロックした。ブロックした。ブロックしてないですよ。だるいから。ライン交換してないですもん。ああ。次で。価値がなかった。はい。まあ。じゃあ、これ、周年の画像とか。あ、周年の時に撮ったんだ。うん。俺、バナナ来たよっていう。あ、なんか、なんけ、お土産？お土産とか。あの、タイの時の、ね。海外で買った、タイの時のやつをね。あの、バナナ。隣にのはイッサ君っていう人なんで。うん。よろしくお願いします。ラテッコはみんなわかるもんね。ラテッコいるっすか。いるだろ、ラテッコ。ラテッコいたらおーって、おーって。ラテッコいたらおーって言って、おーって言って、おーって。テラッコは、テラコ、どういうこと。おしょうさんのあれかな。テラッコなんかな、みなしご働いてんのかな。銀銀子はじゃあラテッコ。お前欲張りだな。銀銀子はラテッコじゃないからね。ラテッコじゃないから、銀銀子はもう会えないっすって。次行ってください。小種には会えない。ほら、あ、これオリシャン、うん、イベントの時の俺がデザインした。これかわいかった。シュリ君がデザインした。よかったよ、シュリ。おしゃれだよ、これセンスよかった。センス、シュリセンスある、やっぱ。それいいね。これかわいかったね。そう、いい、ほんとに。あの、オリシャンなしそんな広がんないから。このロゴどういう意味なの。だからもっとでかい声で喋るっすね。オリシャンの話そんな広がんねえから分かってるよ。泳がしてんの今。このロゴいつも気になるっすわ、俺。あ、誰かが作ったんでしょ。誰かが、うちの壁紙がなんかね。壁紙が男と女の子のね、やつで。うん、それをこれでしょ。そう。うちの壁紙っていうのは店のこと。そう。あ、ちょうど後ろに出てるからね。あの、外人の。俺と種類の間に。外人の。あ、その真ん中に、二、うん、人の真ん中にあるやつね。そう。あれね。うん。あの、指やってるとさ、もう風邪と悪くなっちゃうから。あ、ほんとやってると。あんだだよ。ちゃんとしろよ。うん。次、お願いします。あら、うん、伝説の男。たくさん来てやっちゃうし、入店。じゃあ、花の方ね。花がいっぱい届いたよっていう。伝説のヤンキー入店じゃない。いや、これ、映り込んじゃった愛妃です。映り込んじゃったじゃねえだろ、お前。雰囲気、亡霊、亡霊。映ってしまった。どけてからやればいいのに。あいつの雰囲気出てるの、これ。映ってしまっちゃ、しまったね。雰囲気出てるわ。イケフンが。映っちゃった。映ってはいけないものが。あー、まあね。はい、いいんで。映ってはいけないものが。花よりちっちゃいですからね。花よりちっちゃい。俺もお前もちっちゃいからな、変わんねえぐらい。いっぱい花届いたっすね。いや、まあそうだよね。2周年なんでね。有名な。花輪ってダメな名前とかあった。ダメなのあった。言ってみ、どんなやつどんなやつか。ドナルド・ジョン・ジョンだね。どういうのがあったの、花の名前に。ジョンダメだよ。ドナルド・ジョン・トランプ。あ、トランプさんから来てた、来てけどね。たまたま金あったから。あー、すげえ。すごいっすね。不動産業やってた時に。すごい。あいつが破産したの俺のせい。俺が追い込んだから。安倍総理か。金さんが。安倍総理、あいつがお腹壊したのも俺が追い込んだから。ただ、周年の次の日ぐらいの安倍総理、トランプのやつのせいでなんかいろいろ揉めてた。あ、民進党からね。アホの集まりですわ、民進党は。まあ、でさ。気狂ってます、あれ。強い。
思想が強い。気狂ってますよ、レイホンは。マジで思想が強いんだよな。気狂ってますよ、旦那の態度。猫死にそうだし、どんどん思想強く、次で思想強くなっちゃう。小籔か、このままだと。あら、あ、これは鳥貴族かな。鳥貴族なんだ。はい、あ、みんな貴族感あるもんね。はい、いや、ないわ。溢れてる、さあ、さあ、ついてる、さあ、これ鳥の貴族なんで、こんなもんすよ。鳥貴族、鳥の貴族なんで、ちょっと交流会をね、中が知れてるよね。あのちゃんとあれしてあげたっていう。でもそこになんかめっちゃ柱がすげえな。速報書いてある。すごい柱が、ね、速報ね、うん、速報、あ、速報で書いてます。地震みたいな感じ、本当に地震速報、こういう、あ、ね、結構前であれ出してくれたのよ。バースの話したらすぐ出してくれたよ。俺も言うけど呼ばれねえよ。あ、一緒だ一緒だ。すぐ仕事してくれたよ。どういう風に見てんの画面を。俺どっちも見てるよ、ちゃんと。うん、顔も見てるし、一応。いや、俺ギンギンの馬並みの、馬並みの視野。まあまあまあ、好きなんだから。馬並みの視野。馬並みってなんだよ。馬並みの350度。あ、後ろだけ見えないし。見えてねえだろ、こっちも全然。なんか、すげえな。こっち見てから、銀さん、こっちにいる銀さん、画面の銀さん見てから、こっちの銀さん見て、あの、お腹いっぱいになる、なんか。でも実物のがかっこいい。な俺すげえでかく見るもんな、前へ前へみたいな。実物のがかっこいいっすよ。実物はいいのにね。実物はいいのにね。よく見たら別に普通だよ。次行ってください。ああ、もうベロベロだこれ。どうなのこれ。シル君、シル君目がやばい。シル君かわいい。座ってる。シルも座ってる。確かに座ってる。そして夏野くんと水木くんと3人で。先月な。あのオープニングメンバー。先月？でかい声ででかい声で喋って。決起集会ですわ。オープニングメンバーの。あ、オープニングメンバーで言うたら、はい、こういう交流もするんですよ、僕は。いや、あなたたち結構つるんでるじゃん。つるんでる？仲良しじゃん。みんな仲いいっすよ、でも。みんな仲いい？はい。銀さんだけっすよ、来てくんないの。いつも。いや、まあね。困るから。銀さん焼肉誘ったけど、潰れっすよ、コロナ。あ、俺も誘ったら無理って言われた。ねえだろ、誘ったこと。あるよ、6回。6回ある。数えてる。6回もあるの？うん、次で7回目。6回はないだろ。ラーメンだ、ラーメンだけにしない。ん？アマツさんとはご飯行くん？いや、俺もそんな数えないよ。そうですね。いいの、数えることあるんだ。あ、アマツさんだったらいいっすもんね。数え必要ねえわ、0回だから。4回、4回ぐらい。いや、だって結局さ、リアルだな。結局さ、だってさ、水木くんとかに誘われたらさ、なんか水木くんのアフターにぶち込まれちゃうだけでしょ。そんなわけないっすよ。いや、アフターとかじゃないっすよ、俺マジで。水木くんの仲良くいないし。普通にちょっと、説教してやろうかなと思って。俺に？ジョイ行きたくねえよ。何で説教取らなきゃいけない、めんどくせえの。うるせえな。次で。でもジョイ、な、てめえが決めんだよ。もういいんだよ、それは。ジョイ君、写真いっぱいあるしね。あ、行こう。忘れてんだよ、もう。どんどん面白くなるんじゃねえよ、シュリ君。あ、これはどうですか？ヨーロッパ？いや、ユイ君ですよ。いや、わかってるよ。背景がすげえ。ヨーロッパで。背景がすげえなんか。二人でね、あの、ローマの方行ってきたんですよ。やっぱ行ってんじゃん。二人で。仲いいな。いや、これ出したのもね。これどこなの？ユイが誕生日なんですよ。あー、ユイいつ？今月25かな？あ、そう、クリスマスだね。そう。ほぼキリストだから、こいつ。どういう意味やった？あー、まあ。イエスの生まれた日だから。生まれた日だから。死んで蘇る。確かに。確かにノーって言わないもん。これね、あの、もうやんでよ、小沢やめろ。頑張れよって。頑張れよって言って。頑張れよ、はいはい。お前はいいんだよ、できるよって。でも好きそうだもんね、ゆいは。じゃあ、みずきのこと、みずきのことね。はい。仲いいっすもんだって。あ、仲いいんだ。LINE してますから。LINE してんだ。一回も勝負に。悪い！ちゃんと気遣えよ。イケメンなんですからね、ゆいは。あ、まあね。イケメンなんだよね。なんだろうな。次。だから、おめえが決めたら好きなんだよ、俺は。もっと、次あ、まあ分かったよ、次行ってください。俺じゃん。どこ？ああ、これそう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 。これね、分かる人には分かると思うんだけど。あ、あそこじゃん。あ、そう、天橋さん、それっすよ。これどこ？どこ？赤からだ。赤からだ。赤からって書いてるもんね。はい。でも俺も分かってながら聞いていくからな。いや、絶対分かってないじゃん。赤からってすぐ読んでたから、俺。俺が耳打ちしたの。耳打ちしたの誰も見てねえだろ。もう耳打ちすんだもん。じゃあ、寄るな。次見てもらわないとあれなんで。あー、じゃあもう。はい、次。だから俺が決めんだよ。俺が決めんだよ。これ画像がさかあるとね、すごいいい感じだよ、この二人の絡みが。あ、まだあると。あ、ほら、これね、何を隠そうね。10辛で食べちゃったからね。結構辛いな。天橋さん辛いのめっちゃ得意ですよね。いや、もう全然。いや、今はもうやめてるけどね。ちょっと、カルシウムが。取られちゃうから。足りない。糖尿病。
豆乳マジでやばい、豆乳やばかったよね。マジやばい、あの、でも汁じゃない、もはやカレーだもん。ギンギンさん食ったことあります？汁じゃない、もはやカレー。何これ10辛？10辛ない、10辛ない。やばかったな。やばいんだ、次の日が特に。あー、それ1回目の時はなんかヒーヒーなんか食べるっすけど、次の日がもう、2人の時はもうほぼ生理、ずっとトイレで。ほぼ生理、赤いのしか出ないから。ほぼ生理でしたよ。まあ女の子生理イライラ、トイレ困んねえから。何をイライラ終わった後だから、まあ別に何の話してんの。PMS 一人だけ何の話してんだよ、一人だけ。何日目か分かんねえよ、一人だけ。イライラしっぱなしのやつもいいんだろ。もう10回、はい、じゃあちょっと血出るけど中出しちゃおうか。はい、次行きます。はい、次。ほら、やばいでしょ。あ、これやばいね、締めリゾット。締めのリゾットなんだ。はい、あ、これはやばい。でもね、なんかね、やばいでしょ。え、これ誰の何入れ物？これ僕の入れ物です。なんかね、貧乏くさい。何が貧乏くせんだよ。パンパンに入れてるから気持ち悪い。いや違う、これ寝ちゃう。もうちょい余裕だよね。あ、なんか違う、知らねえな。あ、知らねえよ。知らねえ、投資のだから。教えてよ、投資の。味濃くて、あ、水入れたの、そこに。あー、はいはい、それでパンパンになっちゃったんす。どっちの方が投資のだろ。何がどっちがですか。ビビれちゃってんじゃん。そう、素人すげえじゃん、初めてじゃん。初めての10からじゃん。いや、なんか味濃かったっす。一回やったぐらいで、お前童貞じゃねえから。どうなの。味濃かったからね。いや、これやばいでしょ。もう次の日、これがそのままの色で出たんすよ。聞くもんから。聞くもんから、はい。え、味はうまかったの。美味しいっすね、やっぱにね。赤からはうまいんだけど、シリボソッとそうだ。シリも食べれたもんね。充電器借りたんだけど。うるさいんだよ。そうね、充電器ありますか。充電器放送中だよ、シリくん。充電、あー、もう黙ってやるよ、じゃあ、そこにあったんだったらや。もう外大変大変。次、次行ってください。はい、大変大変。でもそろそろ終わっちゃうんじゃない、写真でも。いいんだけど。あら。あ、これは、あの、七原の修也さんと、新田くんと。まひまひか。バーの店長。バーまひまひ。そう。バーの店長なのね、この人。はい。コミュニケーションを図って。あー、はい。このミスターポポみたいな目してる人。誰が言ったの。いやいやいや、黒かったらそうなのかな。まんまるじゃん。白い。けどね、かわいい。白ポポか。ホワイトバージョンのホワイトポポ。ホワイトポポ。大変だな。これ終電？これ。いや、なんかわかんないですけど。なんか終電あったよ、ね。これなんか来てよみたいな感じ言われて来たら、バーニーや。なんかあれでしたわ。あの、これ着させられたんですよね。うーん。急に。それだけなんですよね。プレゼント。それだけ。はい。プレゼント、はい、そう、プレゼントだった。いいよみたいな。ただでいいから。ああ、はい。で着させられた。うん。クイズなし。かな、このまま来た。あ、やばいっすよ。ずっとクイズ出してください。てめえ合わせて、俺写真出してクイズ出して打ち合わせしたじゃないですか。もともと分かってないで無理だろ。あ、俺がクイズを出すた。てめえが画像送ったんだろ。だったらてめえやつ。じゃあ次の画像はクイズにしちゃおうかな。あら、なんだろう、ドキドキ。ヒントはでもこの画像だからね。ヒントこの画像だったらマヒマヒじゃねえかよ。いやいや、違うっすね、違うっすね。あ、どこ行ったかじゃないよね。じゃあ行きますか。 次お願いします。はい、クイズ、うん、この画像はどんな画像でしょうか。でかいでかいでかい、その答えが広くなっちゃうからもうちょい絞ってくんないと。あ、じゃあなんで水木と七原修也さんはこんな顔になっちゃったでしょうか。いじったからじゃないの。いや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 、ダウンタイムじゃなくて。ボケてもいいし、うん、ボケてもいいしになっちゃうと今のボケじゃなくなっちゃうけど大丈夫。ボケてもいいですよ。ガッチガチになっちゃうけど。まあガッチガチだからいいんだけど。もうこんな顔になっちゃったんですよ。うん、だってこんな顔がさ、二人の表情ちょっと違うじゃん。七原さんちょっと、いやーみたいな顔だけど。俺は水木くんなんかちょっと、そう、きつそうだから。いやいやいや、こんな顔やばいでしょ。欲しがってる顔じゃん。汚い。汚いな。エレベーターの客じゃん。いやいやいや、そんなお客さんが。いやいや、Gさんのお客さん。あれあれだよ、あれあれだよ、あれあれ。そういう字でやる。そうなんすか。お前もそういう字ですかな。お前の客あるある言うかな。マジで困んの前だわな。じゃあ正解言いますわ。うん。あ、みんな言ってくれたかな、答えを。じゃあもうちょいヒントあげないと盛り上がんねんだよ。ヒント、ここはもうマヒマヒではないです。ね、ヒント何よ、バカかお前。聞くなよマジで。ヒント、うん、ヒントは、あのほらダメだこいつマジで。あ、じゃあ答え言え。酔っ払ったから。しゃあない、しゃあない。もうそれしで、ごめんなさい、ヒントすらもあれだ、もう あれだったからです。じゃあ、はい、次行ってください。はい、あ、クールームクイズです。じゃじゃん。あ、なんで水木と横にいるダイヤ君はこんな顔になっちゃったんでしょうか。ヒントはやっぱり、はいはいはい、
生きてるのが嫌になったから。違います。惜しい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 かー。じゃあ次シュリ君。眠いから。違います。今のシュリ君ならそれ。もうそれ自分が眠いんだよ。だけじゃん。もうシャメ取ってんだからそんなことない。じゃあ最後アマさん行きましょう。アマさん骨折したから。違う、それあなたでしょ。みんな自分のことしか言わない。骨折した割にはラブリーだね。みんな自分の、あー折れちゃったな、自分のことしか言わない。辛いな、これ折れたなって。自分もなんか死にたくなったって自分の気持ちですからね。気持ちじゃねえよ、全然元気いっぱいだわ。本当ですか。うん、答えはみんなどうかな。答えてるかな。これ当たったら得点とかもつけるからね。当たったら、あの、何してくれるの。当たったらなんと、うん、ラテに来てくれたら、うん、で私当たったよって言ったら、うん、当たった。なんと言い張ったらいいんだ。言い張ったら言い張ったら地球に当たったよっつったらマグカップあるんだよね。県内テーブルはそれはもう秘密の特典で来てからのお楽しみ。秘密の特典、うん、ハリーポッターみたいになっちゃったけど部屋ね、うん、じゃあ俺が当てたら銀さんが当てたら、うん、それも秘密だわ。それも秘密。一番秘密。秘密の特典。一番秘密、うん、でもいや本気出す。当てよう。じゃあ、ギリさんなんすか。赤枯れが今出てる、ケツから。ブブーあ、ブブーってあれでしょ、赤枯れが出た音でしょ。違いますわ、今出てんのかい。昨日食ったんかい、俺は。昨日食ったんかい、俺は。2回言っちゃったね。2回言っちゃった。しっくりきたから。こんなん出ましたこれが昨日出た赤枯れです。うん、確かに10回だね。発光臭が。次行きましょう。次行かね、今。あれ、答え何？酔っ払ってるから。これ死ねば。すぐ死ね。あ、これなんですか？グロ画像。どうしたこれグロ画像です。グロ画像。本当にあった呪いのバーコードリーダー。出ます。9割か。りくくんの、うん、りくくんが、うん、女の子と連絡先を交換するのに、うんうん断られたりとかもホストいっぱいあるんで、うん、やっぱそこで人笑いみたいな感じで、うん、あれしたらね、いいと思ったんで。下手か喋るの。スラスラ喋れよ。僕が提案して、うん、自分の QR コードって言って、これを女の子に見せて読み取ってもらったらって言ったっ。ああ、面白いけどな。それ、俺、そう。それで、リクにそれいいっすねって言って、うん提案したんですけど、どうせこいつ来月辞めるから、今月だ。もう連絡先交換しないから、ね。あんまり見ないから。彼ができることないんですけど、そう、なんと、そういう、思い出した。28日28日に。変な責任感出すなよ。うん。12月28日にね、うん。リク君、ラストイベントあるから。そう。でも、締め日まではいるのかな？いる。そうだね。何驚いてんだよ。そうなんですか？知らねえよ。今初めて詳細なんて聞いてねえよ、俺なんも。びっくりしましたわ。リク辞めちゃうからね、うん、オープニングメンバーが。そう、こいつは本当にいいやつなんですよ。うん、こいつは、うん、ダメだこれじゃ。何の話なんだよ。画像で終わっちゃう。なあ、そのままじゃ。うん、でも画像も終わっちゃうから。あ、もうこれが最後だから。本当に。でも一回たくみさん来ないよ。たくみって言うな。アマスさんの画像だとあるでしょ。だから送ってない。あ、終わったんすか。あ、もう終わったんすか。はい、これでじゃあ一回 CM 行きましょうよね。合ってますよね。いくよ、せーの。これを見たら鉄板。
早く食えよ。あーやべえ、マジ始まってた。くせえんだよ。もうぬるいだろ、美味しくないだろ。冷たかった。うん、はい、まあね、プレミアムなの。プレミアムだな。あ、プレミアムなの、お肉も。あ、プレミアム肉まなんだ。え、そういうのあるんだ。シュリ、声ちっちゃいんだよ。いいね。プレミアム、輝きみたいで。何の話なんだよ。で、まあ12月13日が、あ、じゃあ俺言ってくわ。もう12僕バースデーで、イベントね、イベント13日が新田とイッサのリアルバースデー。おー、リアバ、リアバ。あ、あと何日かちょっと言っていいのか分かんないけど、まあ、たくみさん、うちの社長も誕生日9日かな、リアルバースデー。リアバが9日、うちの社長の誕生日も来週かな、今週か。それはもうビッグイベントがありますで、もうすぐだね。あと、まあ、リクでさっき言った通り28日、リクがファイナル、うん、24、25はクリスマスイベント。クリスマスイベント、幹部陣、なんかいっぱい用意するよ。あー、そうだそうだ、そう、なんかそうね、シャンパン入れたらなんかくじかなんか引けるかな。そう、シャンパン入れた人限定だね、多分きっと。そうなんすよ、うん、あの全然おふざけなしで買うんで、はいはい、ガチでいいもの買える、はい、あと23から20、まあ、締め日にかけて七原中の1週間、そう、バースデーやるんだよ、七原中也、アドバイザーが、うん、うん、そう、1週間バースデーウィークみたいな、ぜひね。なので、今月イベント多いんで、うん、だって大体営業してるよね、大体イベントね、休み少ないかもね。そう、休み少ない、だって、ね、あんだけ、うん、ね、お休みが多い、だってが今月はもう、ほんとめちゃめちゃ毎日来放題だよ。基本だよね。まあ、来ないでどうすんだよ。頑張ってくれたら嬉しいよね。頑張るねって言ってくれてるからね。ありがたいよね、本当に。な、まあ、イベントの告知はこんな感じで。はい。はい、なんか趣味ありますか。じゃあ、行こうか。あ、そうだよ。今週のシュリシュリミシル。おい、あー、あれだ。シュリシュリ、これやりたいからじゃん。雑学クイズ。今パッと思い浮かんだやつ。あ、パッと思い浮かんだやつ。天才。すぐ答えちゃうよ、みんなも。なんかちょっとさっきちょっと馬の話したから。さっき馬の話。みんなこの辺は知ってると思うんだけど、うん、みんな動物に対してどれぐらい知識があるかっていう。あ、もう分かった。2兆。あ、違う。血液型でしょ、ね、種類。動物に対して、どれぐらい知識あるか、うん、まあ。さっき言ったと馬、ね。視野。350度。後ろだけ見えない10度。10度だけ見えない。だからそう、血液型、ね。10度。で、なんと、どうしようか。何しようか。動物思いついたんだろ。いや、俺動物系全部出せるよ。本当に全部出せる。いやいや、おかしいな。いや、フラミンゴ。フラミンゴ。ああ、わかる。寒いから。片足。なんだ、やめろ。ほら、当たってた。全部当たってる。当たってる。潰しがかかってきた。片足を隠し、あ、色素は餌のプランクトンだ。まあ、俺とアリの喧嘩するか、お前、ほんと。どっちかが死ぬまで。何の話してんだよ。やめてよ。喧嘩すんな。あれです。あれです。してください。お前。そうだわ。死ぬまでしてください。そうだよ。アリはほんとに、どっちが死ぬまでやるから。喧嘩ね。アリやべえな。憎しみが1個これってなったらやっちゃうからね。やっちゃう、うん、じゃあシュリシュリミシュリだけ、ミシュリだけど、じゃあミルキ君出せよ。なんかこれみんなが分かんないの言わないと意味ないな、そうなってくると。だから簡単なやつにしたんで分かりやすいよ。あ、そうだよね。じゃあ難しいのあるんですか。あー、めっちゃやばいのですか。めっちゃやばいの、うん。どれぐらいがあるんだろうな、ほんとに。動物クイズ、今週はじゃあ動物クイズのほっこりした回にしようか。あ、いいね、いいね。動物にする。うん、あんまり人間でも、人間も挟まれて、人間もちろん動物に入れるよ。で、俺は、そういうおごりはないから。いいよ。あ、俺でいいね。いいよ、はい、そうよ、自分でしるしるみしるとか言ってたやんけ、さっき。ゴリラは、もちろんね、知っての通り。B 型。正規型さ、そうそう、B 型。B 型。そう。装飾。コア。似てるだけ。分かった。モンゴルの人の9割は B 型。あー、じゃあ次、ブラジル人は国籍によってね。あ、ブラジル O 型。あ、そう、知ってんだ。すごいね。知ってんじゃん。知ってっす。もっす。日本はね、A 型が 40% ぐらいだけど。うん、そうだね。はい、違うんですよね。国民性が出るってことだよね。うん。なんでなんだろうね。なんか、あるらしいっすよ。遊牧民には B 型が抜いてるから、生き残っていくんですって。やっぱ B 型の人が。結論はやっぱ動物クイズっていうかさ、人間が一番頭いいってことだよね、本当に。それみんな知ってる。いやいやいや、ガキでも思ってる。びっくりするわ。本当に。びっくりするわ。いや、本当にもう、蚊とかってさ、もう絶対叩かれるって分かってんのにさ、うん、叩かれるって思いながらも、逃げるという発想がないから近づいちゃう。人間あるじゃん。いや、違うでしょ。叩かれるって発想ねえわ。一回叩かれたら死ぬんだから。あ、そう、言うたら死ぬじゃないですか。それ、もし蚊が見たとしても。あ、どっかでね。あいつ人間だからやめとこうがないないんだよ。あ、蚊がん。イケイケだから。確かに。蚊は人間の血なくてもいいもんね。犬でもいいしね。うん。
さっきは本当フラミンゴ言いたかったわ。フラミンゴ寒いからね。そうそうそう、あれバカじゃんだって。いやそれフラミンゴが寒いから片足をずっと入れてるっていうだけ。だから水出ろよ、出ろよ。だから水出ろよっていう。動物の話。まあ水商売でしょね。どういうことですか。なかなか出れない、片足突っ込んだらね。おお、うまいな。すげえ。なかなか出れない。おお、やっぱ人間一番頭いいっすね。人間、人間だ。人間だ。フラミンゴボケ。フラミンゴボケっすか。くらえ、俺のフラミンゴアタック。マッピンクだって。マッピンク、マッピンクじゃないの。こんなことあるんかって。これが本当のマッピンク。よくわかんないけど。カバの話じゃします。カバの話あんの。カバ最強。カバって汗の色がピンク。そうで、日焼けしないため。びっくりするぐらいなことで、子供は不思議なことをするんですけど。カバの子供が不思議なことをする。はい。あれ知らないかな、みんな。いや、わかんない。オナニー。いや、違います。それ人間の子供っす。大人もするから。大人はセックスするけど。カバの子供が不思議なことするんだ。趣味知ってるよね。カバ、カバでしょ。答えていいよ。パーンっていいの。いいよ。うん、ごめん、わかんない。え、何なんだよ。天達さんは。え、わかんない。余裕がすげえの。カバの子供は。みんなわかる、カバの子供は何かするやつ。ヒント、ヒント、ヒント。え、めっちゃもう本当に、なんかすごい、えって思う。びっくりする。けど、動物の中で結構そういうのあるんですけど。トモ食い。あー違うっすね。あ違う。カバの子供同士で。だから口でかいんだって。そう、カマキリだな、トモ食いは。いや、カマキリは。いや、それちょっと違うじゃん。カマキリは結婚してメスが夫を食べるだけ。結婚とかねえから、システム。コービっていうや、結婚ってシステムねえから。結婚ってシステムないから。擬人化すんのよ。正解は、言います。みんな言わないし。うん、お母さんのうんちを食べるでした。あー。犬も食べんじゃん。あ、コアラとかやるもんな。うん、カバじゃなくても。違う、すごい勢いで食べるの。でもそんなに。でも口つけて食べる。やみつき。肛門に口つけて。そうそう。で、お母さんの直で。おっぱいかなって感じ。スカトロ。スカ、まあ、言っちゃったらね。スカトロ。あ、1分前だ。やば、時間がなくなっちゃった。うん。でも、あの、走るのが速くて最高時速が40キロぐらい、車と同じぐらいでカバー走りますし。うん、うん、まあ、車何キロか、あの、やってるけどな。うん。あと、世界中の動物で一番生き物殺してるのは人間で、2番はカバっていう。え、蚊じゃないの。あ、蚊だ。あ、違う違う。動物の中で人殺してるのカバが一番多い。あ、動物の中では。そう、襲っちゃうし、ぶつかっちゃうし、噛んじゃう。アフリカではね。カバがだから一番怖いんですよ。アフリカ人かわいそうだな、カバいっぱいし。まあ自己責任だけどね、あいつら。日本にいないからね。僕と会ったらカバ余裕だもんね。いやいや、武井壮と言ってること一緒っすよ、それ。バチーンって。いや、夢の限り最後。無理無理。最後、最後、走っててどうなんだよ、マジで。武井壮と同じだ、言ってること。発想の一緒。まとめてまとめて、もう10秒。やっぱね、だからシラフだと時間が足りなくなっちゃうね。やっぱほら、会話能力が僕たち天才だから。そんな僕たちがいる店はラテだよ。これを見せたら終わってるから。僕がいる感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ。笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、辛くたに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。